イーゾラデル・リーリは、イタリア共和国ラツヨ州、フロジノーネ県にある、人口約1万千人の基礎自治体。市街は二股に分かれたリーリ側の二つの流路の、間にある。多くの滝があり、産業にも用いられている。略してイーゾラ・リーリとも呼ばれる。フロジノーネ県の中央部に位置するコムネ。イーゾラデル・リーリの市街は、リーリの島を意味する、名の通り、 二股に分かれたリーリ川ーの二つの流路の間にある。県とフロジノーネから東北東へ 20km、カッシーノから北西へ 30km、ローマから東南東へ 94km、ナポリから北北西へ 109m の距離にある。隣接するコムーネは以下の通り、古代ウォルスキ族が建設した都市に起源を持つ。西ローマ帝国の崩壊後は、 東ローマ帝国ついでランゴバルド王国の支配を受けた。その後、ソーラ公国の一部となり、ボンコンパーニ家のもとで公国の主婦となった。1796年に強行領に編入された。元はカンパニアのテラディ・ラボーロの一部であったが、ファシスト政権期にラツヨ州に編入された。イーゾラデル・リーリには以下の分離集落がある。ありがとうございます。